君の夢は叶う、必ず叶う。肝心なのは諦めないこと、辛いこと、苦しいこと、そりゃあるだろう。だけどこれまでのようにくじけちゃいけないよ。放り投げちゃダメだよ。君の夢は叶う、必ず叶う。肝心なのは諦めないこと、辛いこと、苦しいこと、そりゃあるだろう。だけどこれまでのようにくじけちゃいけないよ。放り投げちゃダメだよ。さあ気持ちを立て直してゆっくりでいい。一歩ずつ一歩ずつ歩き始めるんだ。そんなに急いでゆく必要はない。遠いけどゴールは見えてんだから、ゆっくりと景色を楽しみながら行けばいい。焦って他人を追い越して、知らない間に傷つけて、そんなことやめとこうよ。のんびり行こう。どうせ限りある命、焦っても仕方がないじゃん。一緒に手を取り合って今を楽しみながら、一歩一歩を味わいながら、面白い話でもして。君の夢は叶う、必ず叶う。肝心なのは諦めないこと、辛いこと、苦しいこと、そりゃあるだろう。だけどこれまでのようにくじけちゃいけないよ。放り投げちゃダメだよ。さあ気持ちを立て直してゆっくりでいい。一歩ずつ一歩ずつ歩き続けるんだ。思い出しておくれ、いろんなことがあっただろう。全てを切り捨てて生きていって言い訳ないだろう。失敗したらまた途中からやり直せばいい。大切な人と手を取り合って一緒に行けばいい。きついことも言いたけれど、本当の優しさは強さに裏付けされてる。それを君に分かってほしかった。逃げないで逃げないで、泣きながらでもいいから、君の人生を最後まで見届けたいんだ。ゆっくりでいい。